ハエと親ちゃんを連れてずらかろうぜ。おい、お前が撃とうとした薬は何だ。うんこ、カーリングだ。なんてこったよ。どういう薬なんだ。海外じゃ安楽死や死刑に使われる薬だ。それじゃ親父さんはこの医者に殺されかけてたのか。あのばあさんもこの手口で殺されたのか。間一髪だったな。安心するのはまだ早いぜ。喫茶店の何者なんだ。直接聞いてみよう。向こうも俺たちに会いに来たみてえだしよ。どこの馬の骨か知らねえが、とんでもねえことをしてくれたな、お前ら。何者だ、お前。この施設の理事長だ。と言っても、お前らには正体がバレちまってるか。清流会の人間だな。そうだ。竜と睦巳会の戸塚だ。清流会ってのは近江にも取り込まれず、気合の入った組だと思ってたのによ。年寄り殺して金を稼ぐようなしのぎしてるとはな。おめえらに仁義や任侠はねえのか。世間様がやりたくねえ仕事を請け負うのが清流会の使命だ。知った口を聞くんじゃねえ。やりたくねえ仕事ってのが老人殺しか。ふざけんな。今すぐここの老人を全員解放しろ。じゃなきゃここの悪事を全部世間にばらすぞ。好きにそりゃいいさ。ただしお前らがここから出るときは人間の形をしてねえ。薬品でドロドロに溶かして下水と一緒に流してやるぜ。やってやるぜ。俺の番ね。してみろ。やってみろ。見てろよ。あっちだ。あっち。俺の番だな。やめんな。逃げるなら今のうちだぞ。これで。やってやるぞ。見せてやるよ。大丈夫ですか。強くなったな。くそ、お前ら一体何者だ。おい、エクセレントの老人を今すぐ解放しろ。そいつはできねえ相談だ。だったら俺たちの手で解放するまでだ。おい、開かねえぞ。緊急用のコードに切り替えた。どうあがこうが明日までその扉は開かねえ。なんだって。無理だ。諦めることだな。どうしても諦めないのなら警察に電話するぞ。健全な介護施設が
暴行に器物破損の被害に遭って困ってるとな。極道が警察にチクんのか。あんたクズだな。なんとでもいい。パクられたらお前の負けだ。さっさと諦めて出て行け。じゃあ俺もチクっちゃおっかな。何？おい一番、誰にチクんだ？青龍会の会長だ。まず本部に乗り込む。そんで明日の朝一番に老人を解放するよう会長に梨をつける。ふざけるな、やめとけ。これは俺の仕置きだ。会長は関係ねえだろ。やめろ、やめてくれ。その会長さんってのはよほど怖えのか。ああ、じゃお前も俺と一緒に行った方がいいと思うぜ。はあ、俺はお前が何と言おうが会長のところへ行く。でも俺一人で行ったらその怖え会長さんにてめえのあることないこと森に持ってチクっちゃうぜ。なてめえだって青龍会の看板でしのぎしてんだろうが。極道の端くれならこうなった以上腹くくれ。じゃあ